地面が揺れて大きな亀裂の入る音が聞こえてきます。やばい、ドームが崩壊し始めたようです。みんな脱出ポッドに向かって避難を開始しています。人々はお互いを押しのけて前に進もうとしています。このままではドーム内の地球のような大気が失われ、火星の表面の薄い大気にさらされてしまいます。みんな急いでヘルメットをかぶっています。亀裂はすぐに大きくなり、人々はパニックに陥ってできるだけ早く脱出シャトルに乗り込もうとしています。大半の人々は大混乱の中でシャトルに乗り込んでいるので、もう自分にはスペースが残されていません。ドーム内で赤い警告ランプが点滅し始め、ヘルメットをかぶってくださいという警告が鳴り響いています。火星の大気が侵入し始めるまであと数分しかありません。人間は宇宙服なしでは呼吸することができないのです。まあ運が悪かったのでしょう。まだ火星に到着したばかりなのに、宇宙船が遠のいていくのを見ながらどうすればいいのかわからず助けを求めてみましたが、誰も答えてくれません。突然ロボットのアシスタントが後ろに現れて、スピーカーから小さな音が聞こえてきました。火星の大気は地球よりもかなり密度が低いので誰の声も聞こえません。それに音波を吸収してしまう二酸化炭素も多く含まれています。10メートルも離れていないところで大音量でコンサートが行われていたとしても、何キロも離れた場所からのように聞こえてしまいます。何かお手伝いできることはありませんか？どうすればいいのか聞くと、ドームの 3D レイアウトを表示してくれました。他にもシャトルステーションがいくつかあるので、それらに向かうことにしました。でも残念ながら別のシャトルステーションに到着するにはドームの反対側に行かなければなりません。どうやって行けばいいのか分からずに迷っていると、ロボットは自転車に変身し乗るように言いました。町に入っていくとガラガラの建物や通りが見えてきます。ドームの亀裂はさらに大きくなり、雪のように小さな破片が落ち始めています。他のステーションにたどり着くと、残った数人が最後のシャトルに乗り込んでいるのが見えます。必死に注意を引こうとして追いかけましたが、自転車のベルを鳴らしてもほとんど音が聞こえません。そしてそのまま気づかずに飛び去ってしまいました。なんで音が伝わらないんだと聞くと、火星では高い音がほとんど聞こえないのですと説明されました。二酸化炭素の中では鐘の音や鳥のさえずりなどの高い音がほとんど聞こえないのです。もしこれが地球だったら気づいてくれていたことでしょう。ロボットは最後の逃げるチャンスがもう一つありますと言い、小さな宇宙船に変身しました。中に乗り込むとドームの割れ目を通り抜けて宇宙に向けて飛び立ったのです。超高速なのであっという間に地球に戻れそうです。リラックスして宇宙の景色を見ていると、赤いランプが点滅し始めました。何があったのか聞こうとしましたが応答がありません。そして宇宙では音が何も聞こえないことに気づきました。音は波のように伝わるので、空気や水など伝達する物質が必要なのです。宇宙には空気がなく真空状態なので音が全く聞こえないのです。宇宙船は突然方向を変え地球から離れていきます。ロボットを正しい方向に転換しようとしましたが、知らせる方法が分かりませんでした。宇宙船は金星に向かう軌道を表示しています。金星に近づくと乱気流が発生していました。金星の風は地球上での竜巻よりもかなり速いのです。着陸できるような安全な場所を見つけようとしている間に流され続けています。でもロボットは風がそこら中に吹きつけているのにもかかわらず、なんとか安定したコースを維持しているようです。そしてすでに熱を感じ始めました。ロボットはやっと遠くにある小さな洞窟を発見し着陸しようとしています。地面に着陸するとすぐにロボットが宇宙服に変身してくれたので、究極な環境下でも危険にさらされずに済みそうです。では金星の今日の予報です。暑さは昼夜ともに究極の沸騰温度で、硫酸の雲と強風が予想されます。大気は主に二酸化炭素で構成されていて高密度なので声が低く聞こえるのです。金星は太陽に2番目に近い惑星ですが、大気によって熱が閉じ込められているので温度は一番高いのです。金星は相当熱く、鉛が溶けてしまうほどの高温です。宇宙船で近づくだけでほんの数分で全て溶けてしまいます。
頑丈なロボットの鎧を着ていて本当に助かりました。ロボットにどうやって地球に戻るか聞こうとしてもかなり変な声に聞こえてしまいます。金星では生体の振動が地球よりも遅いので声が低く聞こえるのです。それに加えて金星では音の速度がかなり速いのでキーキーした音がします。さらに大気中の二酸化炭素の含有量が高く音が小さく聞こえるという奇妙な効果を生み出しているんです。簡単に言えば漫画のアヒルのように聞こえるということ。地平線を見渡すと多くの丘や山が点在しているのが見えます。するとロボットは大半が火山であると教えてくれました。実際金星には太陽系の他の惑星よりも多くの火山があるんです。科学者たちは地表だけでも1600以上の火山を発見しています。ということはまだ他にも発見されていない火山がかなりあるということでしょう。一日中ここにいるのはやめておいた方がいいかもしれません。かなり高温であるだけでなく金星での一日は地球日で計算すると243日続きます。実際金星は225日で太陽を公転するので一日の方が1年よりも長いのです。ロボットとコミュニケーションを取るのはかなり大変でしたがどうにか意思が伝わったようです。ロボットはちょっと道に迷っただけなのですぐに地球に戻れると言っています。洞窟を歩き回っていると火山の中にいることに気づいたので急いでロボットに噴火する前に地球に戻るよう指示しました。でもこのロボットは宇宙旅行があまり得意ではないようです。またもやあっという間に別の星へたどり着いてしまいました。今度は土星の最大の衛星であるタイタンでした。この衛星は太陽に一番近い惑星である水星よりも大きいんです。宇宙船が大気圏に突入すると地球に到着する時と似たように感じます。唯一のはっきりとした違いはオレンジ色の霞に包まれているということ。そのせいでかなり視界が妨げられています。降下し始めるとロボットは地表全体がシアン化水素ガスに包まれていることと固体のメタンでできたふわふわの雲を検出しました。柔らかい場所に着陸した後ロボットに地球に戻るよう話そうとしました。まあ今回は焦る必要はありません。ロボットは再び変身し周囲をスキャンし始めました。タイタンの大気は地球の大気よりも約 60% 濃く歩き回るとメープルシロップの上を歩いているような感じがします。大気中の窒素含有量がかなり高いので地球上にいるのとかなり似たような感じがします。ロボットに向かって今度こそは絶対に地球に戻らせてくれと言おうとするとかなりガラガラの大声になってしまいました。タイタンの大気には地球よりも多くの窒素が含まれているので音の伝わりが少し遅いのです。でもとりあえずここではロボットとコミュニケーションを取ることができるようです。ロボットが離陸する前にソーラーパネルでもう少しエネルギーを吸収しなければなりませんと言ったので少し周りを見渡してみることにしました。タイタンは太陽系の中でも地表に川や湖や海などを持つ数少ない星の一つです。地球にかなり似ていることを考えるとロボットが勘違いした理由も納得できます。タイタンには降雨、蒸発、凝結を伴う水循環に似たサイクルまであります。でもここで循環しているのは地球のように水ではなく液体のメタンなのです。科学者たちは火山活動の可能性も考えていますが噴出するのは溶岩ではなく水です。火星などの惑星では山頂に氷があり水面下に水があるのが確認されていますがタイタンほど地球に似てはいません。一部の科学者たちは数十億年後にはタイタンに移住する可能性があると考えています。いずれ太陽の温度が上昇し地球の大気では生活できなくなってしまいます。その頃には今は低いタイタンの気温が上昇し安定した海ができ生命の維持ができるようになっているかもしれないのです。ようやくロボットが離陸に必要な電気を十分に充電したようなので地球に帰ることになりました。これでやっと変なアニメ声ではなく普通の声で会話することができます。ふー